日本群馬県前橋市藤見町赤木山。藤見町赤木山は群馬県前橋市の地名。旧藤見村時代は、住所で、田タ軍藤見村大技、赤木山の地域である。また、前橋市合併後は、か川町と同じように村名の藤見村が藤見町となり、その後大技名がつくため、前橋市藤見町〇〇となる。面積は39.2平方キロメートル。 郵便番号は371-0101。赤城山大沼前橋市の北端、赤城山の大船標高400から500メートル付近から山頂付近にかけての広い範囲に広がっており、赤城山のたくさんの山々やカルデラ湖の大沼などがあり、自然が豊かな地域である。中央、赤城白川が北東から南西に流れ、赤城白川に沿って、 群馬県道4号前橋赤城線が通っている。地区としては、北部にある大沼周辺の大洞地区と、中南部の地区に、大きく二つに分かれる。1960年の12月の富士見村議会の議決により、旧赤城山五領地一帯の通称地域名を改め、新たに、大技、赤城山を設定した。 2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町内に鉄道駅はない。関越交通が運行を行っているデマンドバス方式のルンルンバスがある。また同じく関越交通がケウォーク前橋から前橋駅、中央前橋駅、富士見温泉を経由して、 道庁北部の赤城山ビジターセンターへの便を運行している。前橋駅からの急行バスも赤城山ビジターセンターへ運行している。北部の大洞羅地区を群馬県道70号大間ま上、白井線、群馬県道16号、大藻赤城線、群馬県道157号赤城山、四季島停車場線、群馬県道251号、沼田赤城線が通過。 中央を縦断するように、群馬県道4号前橋赤城線が通過。他、赤城南独広域濃度が南部を東西に通過。ありがとうございます。